最後の服着たる匠。はい、どうも、ケイタクミ。あかん。あかん。はい、どうも、服着たる匠。はい、どうも、服着たる匠。全然ちゃう。いや、言えてたことない、今。言えてたけどな。言えてるかどうかとかじゃないからな。始めれるかどうか。ああ、なるほど。ついてこれるか。そうそう。はい、どうも、テレグ。ああ。これ言えてた。でも言えてるかどうかじゃない。そうじゃない。そういうことか。オッケー、オッケー。はい、どうも、タイム。バイブスはあったけど、声太いね、お前。あ、でも、どこ行っ？じゃあ次、チャナやで。俺な、次。お前やって、マジか。大回りやから。チャナが分かってた。うん、こいつが、こいつができてなかった。意識的じゃなくて。俺か。はい、どうも、クイ、タクミ。チャナ。リク、クイス。初や。まあ、今回なんですけど、はい、サムネにある通り、はい、匠王様旅行、はい、マネージャー王様旅行ということで、まあいつも結構俺が、まあ、移動中は運転だったりとか、まあ裏方面のことは、まあ、ゆうと含め2人でやってるんですけど、はい、ちょっと今回はもう王様になって、はい、逆に4人を裏方にしてやろうって。カメラ外お前1人100名 Vlog。 まあしたいことはこうさせてもらって、こうやりたいようにやるっていう企画。なるほど。そうですね。やりたいことそんなあった？いや、まあめっちゃありますよ。やりたいことなんか全部やらさしてるつもりやね。今でも一応楽しそうに仕事してるし、不満とかないやろ。いや、あれ全部嘘やからな。嘘な。怖い。もう怖いよそれ。まあでも楽しいんですけど、多少なりとも何かしらストレスはあるんじゃないかっていう俺の中で。そうな。そこをちょっと今日は晴らすじゃないですけど、なんかまあ楽しく撮影できたらいいかなって俺は思ってます。なるほど。王様なんで、まずはまあお昼時ということで、なるほど、お昼ご飯を食べに行きたいですね。ああ、はいはい。何食べに行こうかな。何でもいいねんで。カレー食いたいな。カレー食いたい。うん、カレーは嫌やな。これもなんかそうめんとかさっぱりがいいな。あっついし、そんなもんええな。採用。いけんねや。採用は。いや、マジで俺、あのうどん、あ、うどんな。丸亀行きたいなと思って。あれ、あっついし。丸亀がな、わかんない。一応ユウトとの約束で、そうそう、ユウトが帰ってくるまで俺ら丸亀食べやんとこっていう。あ、そう、俺らはね。たくみとユウトはどっちが上とかある？いや、俺ですね。そうなんや。そうなんや。じゃあユウトのその約束は別にあんま興味ないです。興味ない。最低。消せるん。その俺らは食べられへんねんけど。そうやな。まあ王様が言うんやったらみたいな。そうやな。みたいなとこあるけどな。全然いいんじゃないですかね。別に。どうでもいい。どうでもいいです。明日やで帰って。あと一日で。1ヶ月待ったのに。まあ一旦お昼ご飯食べて。はい。食べに行きましょう。わかりました。行きます。はい。せーの。笑う角には福来たる。相模到着しました。おーし、やっぱ嬉しい。地元愛知の嬉しいですね。お前やねん。気持ち悪い会話の前は。これ愛知なんすか？知らない。え、知らんもん。あ、そうなんすか。言うと働いてたよ。やっぱ運転中とかにも思ってましたけど、はい、いや、オープニングで、いや、運転しましょうかって一言ないですけど、趣旨分かってないというか、今日の趣旨。そうか、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 王様なんで、王様ね、王様なんで、その、何かしていかないと、今後、痛い目合うぞっていう。あ、そっちの動画もあるんや。まあ、飯抜きとかも。え、その王様なんで。そうですね。マジでそっちタイプの王様。結構やな。嫌なタイプので、俺がちょっとゲームさせたりとか。あ、なるほど。なんかいろいろなあれはありつつ。なるほど。全然運転します。
あ、できる。僕運転します。できる。はい。僕もしますよ、それは。させてください。遅いですよね。なんか今、急にね。あ、急に、まあ確かに急に。でも4人の中では一番。やらしいっすよね。一番。急に。そういう話の流れやったんです。全然急じゃないと。で、一旦こう食べて、はい、まあ、今後はそういうのもあるかもしれないっていうのは、すいません、気づきます。そば、はい、とかいいですね。いいっすね。ええの一個一緒に、一緒飲んでします。えー、それはお前ずっと高いぞ。ぬるいそば。お子様ハンバーグ300円ありますよ。うわ。何したいとかあるんですか。あ、ほんまや。今日いや、でもアクティビティなことしたいですね、俺は。アクティビティ、いいっすね。いや、暑いからこそ。いいっすね。元気に。元気に生きてんか。久しぶりの晴れですもんね。キャッチボールとかしたいな。あー、いいなぁ。野球ええなぁ。野球ええかも。野球できないですからね。野球全然いけます。ということ。なんで決めつけたの。いや、でも。バスケ以外何もできないじゃないですか。俺ちょっと手羽先、手羽先抜きですか。いや、もう完全に。なんか。マグロユッケ言ってましたね。目の前でめちゃくちゃにしたの。いいよ、いいよ、どうせすんだよ。めちゃくちゃにするもんよ。ウチッパゴルフ、あ、ゴルフね。あ、いいわ、行きたいなと思って。え、でもこれなかったら、あ、なんかあるやん。分かったやつ。まあ、全然家にあるけど、普通に取りに行かせれば。あ、そっか。家にはある、家にはあるんで。全然行きます。ここから走ってるんです。まあ、ウチッパは車で行って、はい、ウチッパから走ってる。あ、そうなんだ。まずいやろ。不満とかあるんすか、日頃の。あるなぁ。まあ、そうしか言えないですからね。明日からはもうまた下僕に今日だけ。そうっすよ。あの、あれっすね、こう、まあ、運転で迎えに行くじゃないですか。はい。いや、もうみんな道狭い。知らない。それまでの知らない。もうなんか大阪がなのか、この辺ぎゅうぎゅうに敷き詰めてるから遠いから。あめちゃん入ってこやろ。はい。こちらお仕事ですね。はい、どうぞ。美味しそう。巧みにインサートを言わない。いらんな。意味わからへん。あって、そば好きなんですね。そば好きだね。うどんかそばやったもん。そば。そばだね。今日は、はい、みんなで俺は楽しめることはしたい。はい。なるほど。優しい。優しいおさまやな。だからそこでこう尺に触るようなことあれば、はい。コンペナルティーを与えるけど、まあ、もちろん。もう大前提みんなで楽しみたい。そうだね。プールとかいいっすよね。じゃあプールいいっすよね。いいっすよね。ナイトプールとかね。あ、いいな。ね。ナイトプール行ったことあるやついる？撮影で。撮影。ああ、すまん。すまん、すまん。ああ、見てたな。ええ、嬉しい。嬉しいわ。応援やな。ぶっちゃ1年以上前かあんな。あれおもろかったな。あ、ほんまですか。マジですか。見てくれてなんかそれが。なんかあれに出てた女の子が AV に出てるみたいなんで。あ、言ってましたね。あの、AV めっちゃ好きなんですよね。言っていいんかな。なんか危ないこと言ってる。危なかったでしょ。物知りやから。あ、すいません。物知り。いや、これ編集おさまえて。なんかややこしいこと。こんなにか、夏らしいほうことは例えばもう、花火。花火。花火いいっすね。いいっすね。だから本当でも、一番行きたいのは新スポやから。おお、新スポいいっすね。めちゃめちゃいいじゃないですか、夏っぽくて。夜は新スポ行って。いいじゃないですか。怪我したら危ないんで。怪我。はい、そんな王様が。え、怪我つきもんなんで。ちょっとなんか僕行ってくるんで、後日談みたいな感じです。なんかおもろいねそれ。そこにいたいやろ。まあでも一番あつやくんとは行きたいな。そうっすよね。そうっすよね。俺らと行ってもね、やらないもんね。しゃあないっすよ。手が守れますって。こいつらおもんないっすよ。なんか風鈴作りとかでいい。3分最後の方のカップで。はい、はい。
こいつやばいっすね。今のはちょっとマジでやばい。やばいっすね。カメラ外でよ、どうでもいいみたいな。もうちょっと何かしらペナルティ。さすが、しゃあない。さすがに。今のは。この後はまあちょっと服が少ないんで。ああ、はい。ちょっとみんなに服をこう選んでほしい。あ、はいはい、なるほど。何かいい一品。それを向かっていきましょう。はい。行きます。出ます。え？運転僕しますわ。あ、いける？いけます。ペナルティ。いい、いいの。もちろん。じゃあちょっと頼もうかな。おー。はい。おちょっとやりづらそうですもん。やめてもらっていい？堂々とせえや、お前は。じゃあ、向かっていきます。はい、お願いします。ランナポート到着しました。こんにちは。着きましたよ。着きました。水着を持ってないんですよ。え？そうなの？愛知から来て、大阪に住み始めて、持ってきてなかったんで。はい、冬に来たんで。あ、そっか。なんで、やっぱ水着欲しいっすね。ええー、スポーツ行くか。あ、じゃあ一応好みとか聞いとこうかな。水着ぐらいちょっと派手な色でもいいんかなとは思ってます。なるほど、なるほどね。普段そんな派手な格好せえへんもんな。しないな。そうっすよね。そうっすよね。そうっすよね。しないもんね。しないな。あ、いいもんな。いいよ、ほら。あ、あるわ、おい。お、いいやん、いいやん、水色で。めっちゃいい。かわいい。普通にかわいいな。でも、カラフルなんがいいよな。派手なのも見たいしね。柄もんとかも見てみたいけどな。だから、こう、ナイトプールでも目立つ色。あ、夜でも。夜でも目立つ色が。さすが王様。夜の狼。手振りまで真似せんでええねん。かっこいいな、いっぱいやん。これ迷うな。どうしたら、この色。でもいくらでもはめれるやろ。マジで。ちょっと大きいと感じの方がいいよな。いや、まあでもフィットした方がいいな。そうっすよね。さすがに。そうっすよ。お前なんか靴下がなんかペニスに巻いときやん。急に牙向く。ペナルティ。そうですよ。冗談ですやん。脱いで脱いで上半身裸。脱いで脱いで脱いで。ええやん。いいね。この辺いいな。この辺でも7000円ですよ。全然7000円出されへんやろ。今年1回いけるか消えへんから。出せないですね。アウトレットマジで安い。アウトレットな、2000円。マジ？アウトレット行くか。行けますか、アウトレット。行きましょう。よし。じゃあこっからはちょっとリク君に運転を任せます。任してください。やれゲボ君。くそー。なんかここのドライブだし、はい、ゲームとかをしたいんですよ俺は。はい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 、しましょう。なんかいいんすかね、このメンシップで今やってるじゃないですか、笑ってはいけない。はいはいはい。あんなんとか、まあ、俺は好きなんですよ。俺らが昔やってたフルネームゲームとか。はいはいはい、はい、俺が大好きなみんなのインゲームとか。はいはい、そんなそんな見たいなと思って。そ、全然で笑ったら負け。いや笑、そ、もちろん。そう、今日フルネームゲーム行きましょう。これのルールは、誰かがお題として、はい、50音の中の1文字を言います、はい、例えば「あ」って言ったら「あ」から始まる架空の人物、はいはい、だから安倍晋三とかは言っちゃいけない。相葉雅紀とか言っちゃいけないですね。もう即興で作ったいそうでいないフルネームを言うだけっていうゲームです。なるほど、うん、もう名前言うだけなんでめっちゃ簡単です。笑いどころが全然ないですよね。うまいですか。結構だから自分の YouTube でやってたんで。そうだね。もちろんその俺の方が。煮込みロール。あかんやん。ダメっすよ。いや、もうめっちゃバカにして笑ってますよ。誰笑ってた。いや、僕めちゃくちゃ笑ってました。全員ですよ。しもちゃんとそこは僕は全然。いや、もう素晴らしくて感銘というか。あいつバカにしてますよ。笑ってますよ。いやいや、俺はペナルティーじゃないですか。すごい。く、くもだ細い。意味わからない。栄養士みたいな。出そうとしてる。す、須藤九。ああ。ギリギリ。ちょうどいい。
いや本当にこういうことやからな、このゲームは。あー9 む武藤浩司。おお、ほらほら、うげえ、うまっ。なで、手水花子。ありがとうございます。全然いけます。手水、手水、手水ですね。手水結構出てくるな、このなんかフルネーム界でタバコとか言ってた。いや、そうロッロッキーリー。あー、外国人ロックリーやせーな、ほぼロックリーやん。これなんか罰ゲームあったんすか。俺らがやった時はもう罰金でしたね。あー、罰金に1回普通に100円払ってましたね。でかいな。でかそれは。空想の100円ですか。これ空想の100円です。あ、そうです。空想なんや。100円やったら信じてもらえるやろうって言うんですか。そういうことです。あ、まあでも俺、まあ、フルネームゲームをまあ見たかった一つなんですけど、うん、まあ、一番見たやつあって、ほう、即興一発ギャグ。やばい。おお。俺あれ結構好きなんですよ。ええー。なるほど。多分本当福来たるの動画内で、あの5本指に入るぐらいの、マジか、笑ったやつ、何回見ても笑えるっていう。マジか。なんか覚えてるギャグあったんすか。ないっすね。ないか。ないか。え、一発ギャグいけるんすか。いけます。全員いけますよ。え、なんだっけ、順番。一発一発。ああ、そうや。え、王様も。王様やんないっすね。え、一緒でも見たいっすよ。楽しむっていう。確かに見たいっすよ。行きます。よし、ありがとうございます。行けんのか。行けんのか。一発一発やったな、これ。そうですね。リック行ける。行けるよ。俺最後や。てか、あれやんな、最後やんな、匠になったやんな。時計回りから。あ、時計回り。俺、うん、行けるよ。あんな行こうか。はい、行ける。せーの、一発一発、一発一発と、一発一発、一発一発、扉みたいな感じです。一発一発、一発一発、目、一発一発、一発一発、目力と耳力足して顔面、一発一発、あ、一発一発、一発一発、アリの大群拾っちゃう。す一発一発、一発一発、スパゲッティにカルパッチョチョップ。一発一発、ほ、一発一発、一発一発、ホットケーキはぶっ壊す。あらっす。あらっす。いいっすね。あらっす。よかった。いや、これ楽しい。楽しかったです。これ楽しいわ。楽しかったですか。みんな2キロぐらい痩せてますよ。ガリガリよ。いや、でも結構満足度高いですね、これ。よかった。いや、楽しんでくれたらもう。あ、運転ありがとうございます。いえいえ、とんでもない。光栄でした。よかったな。いや、本当に。でもちょっといいですか。ええ、まあ、ここまで、駐車場からここまで来るときに、はい、歩いてたんですよ。まあ、リク君と。はい。そしたら、うわ、駐車券、車の中や。ああ。で、これダッシュでトイレ行かせてました。じゃ、言い方悪いわ。走れ。ほんまっすか、それ。マジで。いや、これはもう、いや、これちょっと、まあ、運転はありがたかったんですけど、うん、まさかペナルティー。もうええわ。リク専用ペナルティー。もうええわ。めっちゃ溜まってんぞ。5、6アンドのペナルティー。あ、水着買ったりや。あ、リクの金な。嫌なの。嫌 やろ。おい、だからちょっと一旦あの喉乾いたんで水買ってもらっていいですか。あ、そのペナルティ、これペナルティこんぐらいです。ちょっと買ってあげ。お茶とか普通に買って。あや、いやや。ええー。こいつついにクーデター起こしたぞ。あかんね。一人で水
ず買うのも嫌や。行くね。勝手に走っていったからな。こいつ。いけるな。いけるね。待っていけ。これあるよ。チェナ。え、いつか。俺とチェナ一緒に飲む。いや、怒らんわ、お前らに。何で怒ってもらえるもんね。あ、ええやん。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。全然タクモに触れてくれへんかった。だからこれ一つ思うことあるんですよ。おどうした。この、まあ、ファンの方声かけてくれるのすっごい嬉しいんですけど、まあ、本当にファンなのかっていう確かめるのが俺のこと知ってるからなんですよ。ああ確かにな。その、まあ、いろいろ動画見てたら、まあ、加入動画も上がってますし、うん、いろいろちょくちょくこう声とかそうやな一緒に出たりとかはするんで、ちゃんと見てれば知ってるはずなんですよ。確かに、まあ、そう目一切合ってないんで。あれファンじゃないです。あモグリですか。いやモグリですね。そこ重要なんでモグリじゃん本当だ。じゃ福来るに声かけるときはまず高木君知ってますよ。あこんにちはこんにちはこんにちは。カラスちゃんどんな前やん。演者の前にマネージャーにちょっと一回通さないか。通さないか。ここですね。あ、ロクシー。ロクシー。ラクシー。色。すごい 50%。一旦タコミさんの。タコミさんのやつ選んで。うん、そうですね。なんか2倍やから。これサンダルとかでもええんやで。あ、そういうことね。ちょっと待ってください。めっちゃ待って。のやつあります。うわ。ここいや、試着もできんのか。タコミさんっぽいな。うわ。ここ試着もできるの。できるそこ。あ、いいやん。ちょっと履いてほしいな。それ、多い。黒。めっちゃ濃いわ。一旦履く。一旦じゃあこの黄色。うん、いいやん、派手やし。いける？いいっすか？うん。あー、え？あれ？あれ？え？どういうこと？どういうこと？え？いや、あまりにもちっちゃすぎて入んないっすか？キッズか。キッズか。さすがに。ここキッズっすね。一応、真っ青と真っ青。真っ青。真っ青真っ青やん。真っ青と真っ青のリーベントこれはもう多分もう一回ちょっともう一個帽子とかもずっと言ってんすよね。やっぱり帽子なそうどっかでいいの見つけたいっすねみたいな。え、ちょっと T シャツこれじゃなかったっぽいけど。へえー、そうな。それをやってる TikToker まとめておもんない。よし、ありがとう。あいいっすね。マジ？いやマジいいっすね。いやこれも結構パンパンで。え、そう。海パン？え？ちょっと一瞬。あれ？海パンみたい。ちょっとちっちゃいっす。もうちょっと大きいな。もうちょっとでかい。L はいけるやろな。さすがに。これいけるわ。うわ派手やな。F1 っぽさもあるしな。型ね。カーズ。カーズ。カーズいいやん。ライトニングマックイン。これとこれ。おおいいよ。全然いいよ。めっちゃ全めっちゃちょうどいいです。普通やん。で色も可愛いよ。あ、かっこいいやん。あ、いいやん。意外といいやん。これやん。意外と。です。めっちゃそのディズニーのカーズ。あ、はい確かに。みたいなだから、はい、めっちゃ車っぽくなるかなと思って。でも意外と。意外と人なるか。意外と人。うん、意外と人。ピンクですね。ピンク。あ、そう。ピンクも全然よかったよ。それなんぼなん。もう全然これなんか、まあ、こっちよ、こっちでかっこいいけどな。それめっちゃ押すな。いや、かわいいから。かわいいな。これロゴいっぱい書いてアルファベットだらけ。いや、だらけやけど俺この柄結構嫌いやな。ここで言うかな。レジ前やで、お前。かっこええな、お前。サイズもいっぱいあるし。あ、でもこれ結構ベスト。うん。履き心地めっちゃいい。めっちゃいいよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ。これいいっすか、シャワー。これ5000円ぐらい。5500円以下変かな、ぐらい。いい買い物っす。え、4人が出す。全員がまとめて。誰か1人とか。でも、もう王様じゃないですか。選べる。いや、もう選べる。え、お前やろ。あ、ペナ。
ペナルティ的なの一番多いのよ。あ、え、そうなんですか。そういうペナルティやったんですか。いやと思って、俺はずっと頑張ってた。結構、まあ、積み重ねてはいい、まあ、ペナルティの陸でも、僕全然買いますよ。こんな買いたいです、逆に買ったやつを着てくれるなら。じゃあ普通にじゃあ買って作戦大ミスや。嘘すぎた。正直に死んだ。まあ、まあ、運転してくれたのもあるから。でかいっすよ。それ結構でかい。まあね、確かに僕買ってもいいです、そこは言わせてください、ほんまに。ただ結構運転もしてるし、はい、コミュニケーション結構取ってます。僕は普通に買うつもりではいたんですね。ただ選ばれてなかったんですっごい悔しいです。あ、すごい悔しいです。次頑張りたいです、俺も。次の運転、はい、いや、マジ買う気満々ではずっといましたね。いつ俺に言ってくれるんかなとは思ってたけど、はいはい、候補者がおるならしょうがないなっていう感じでは。僕はただ選ばれたかったっていう。そう、次頑張りたいです。じゃあなんでやろ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでやろ、なんでやろ、一番意欲は伝わってた。だから待って、めっちゃいいやん。いや、でもよかった、みんな意欲ありましたよ。みんな意欲あったけど、中でもしてね、中でもやっぱクルスが一番伝わって。うわ、歯向かわれへん。注射器渡しとくわ。ちょっと待って、ちょね、なんかしましょう、楽しいので決めましょうよ。あ、それも確かに。でも一旦ここは今もう取れたかいい感じで取れたんで、今めっちゃいい感じの立ち回りできたと思うんで、次から次の店舗から騙されてます、王様。こいつら今めっちゃバカにしてますよ。でも選んだからね、こいや、お前みたいなもんやったら丸め込めると思ってますよ。いや、そんなめっちゃ丸め込めちゃう、めっちゃ丸め込めちゃう、アホやなこの王様。いや、なじゃない、裸の王様すぎる。いった、いった、あ、いった、立て替えで、立て替えで、わかりました、わかりました。いったじゃん、買ってきました。よっ、ありがとうございます。やってた、めっちゃいいぞ、かっこいい。まあ、今のとこ誰が調べするかは手ついてます。いいね、ありがとうございます。いいなぁ、ありがとうございます。そんな気になってた、ずっと見てた俺。いや、ずっと俺も結構気になってたんで。ですよね、いや、自分ですよね、すぎるやろ。まあ、誰が支払いするか決まってない状況で、はいはい、まあ、今から誰が支払うか決めるゲームをよいしょします。よいしょよいしょ。まあ、ゲーム、はい、匠を褒めよう。あ、嬉しいな、いいよ、こんなゲームなんだよ。リズムに乗って匠と言ったら丸々で丸々ですと褒めてもらおうかなっていう。順番に順番に、はいはいはい、そこで、まあ、褒めれてなかったりとかしたらアウト、うん、なるほど、褒めたりとかじゃあ購入やね、購入、なるほど。そんなん褒めるだけやろ、無限に出てくる、終わんないとは思ってます。ああ、じゃあその無限を見てって。あ、わかる、無限、おお、ええわーって、そうやな、夜ぐらいに言ってください、笑顔で。じゃあ、誰から、から、いや、早かった、あ、早かった、すごいな、いいね、あ、いいわ。せーの、マジカルタクミ、タクミと言ったらイケメン、タクミと言ったら歌うまい、タクミと言ったらオシャレ、タクミと言ったら優しい、タクミと言ったら笑顔かわいい、タクミと言ったら気合せ、タクミと言ったらいい後輩、タクミと言ったらモテる、タクミと言ったらルカオシャレ、タクミと言ったらベンチャー企業顔、タクミと言ったら家族はもういい、タクミと言ったらヤニチンゴ、タクミと言ったら足ちっちゃい、タクミと言ったらバスケだけ、タクミと言ったら膝かっこいい、タクミと言ったら車かっこいい、タクミと言ったら足ちっちゃい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、誰、何、俺、いやいや、そこ二人やな、いや、ちょっと全員やな、いや、なんかめっちゃ追いましたよ、なんか膝かっこいいじゃん、膝かっこいいやろ、膝かっこ悪いんかよ、お前聞いたことないねん、かっこいいが出やんから、褒めるとこないねん、太ももダサい、ちょっとかっこいいよ、次言おう思ってたわ、お前、ありがとう。まあ、まあ、いいとして、よっしゃ、なんでいい、まあ、いいとして、おヤリチン顔、いや、それね、いい意味、ヤリチン顔、いい意味っすやん、いい意味って、え、めちゃくちゃかっこいいってことやで、ヤリチン顔って、えぇ、モテそうとなんか一緒、あ、でもモテるでいいし、2個あんねん、で、なんか、おしゃれ2回言ってなかった、俺おしゃれって言った、何とか2回言ってた、言ってた、服おしゃれ、うん、言ってたし、
かベンチャー企業が多い。何がよ、どういうこと。確かに確かに、サラリーマンとかやったら、うん、死んではるやん。ああベンチャーやもうすごいやるやんか、やる気はな、すごいね、うん、足ちっちゃいの、なんか足ちっちゃい、お前ちゃう、それでもスマートというか逆三角形というか、いや普通にいやスタイルいいでいいから、それは逆三角形、足細いで、そうそうそう、逆三角形、足細い、バスケだけ、いやそれやそれやそれじゃあ深み持たして、それバスケ、バスケしかねえっていう、ほら一つのことにもうまっすぐ行ってるよっていう、まあ、いいじゃない、いいじゃない、丸め込まれんなよ、そうなのじゃない、いやこれは達也くん、よっしゃ、達也くん、何でやねん、そりゃそうや、言い過ぎる、もう多かったら一巡、確かに、なんか多分一巡目でもうなんか出てた、出てた、気がね、気がね、いや、それは、それは、気がせ、ギャンブル、ギャンブルもあるし、アクティビティ、はい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 、まあ、ダーツ、ボーリング、ビリヤードとか、じゃあ、まあ、何か行きますか、うん、なるほど、いいっすね、何か行きましょう、じゃあ、行きましょう、はい、行きましょう、一旦どこか遊びに行くとは言いましたけど、はい、はい、いやちょっと車汚いなって思ったんですよ、自分の車が、はい、うん、まあ2月に入ってからもう一度も洗ってないんで、もう俺は雨でずっと洗ってたんで、かっこいいっす、洗ってないっす、かっこいいっす、うん、今回4人に俺の車洗ってもらいます。なるほど、いやなこれ、まあよし、あれじゃダメなんですか、スタンドについてるのじゃダメなんですか、いやあれじゃねえ、ちょっとあれ信用してないんで、えやっぱこう人の手で、手で手で、人の手というか人の力で、うわぁ、すまんす、いや消防士や、消防士の組織やで、これギリギリダンス、ギリギリダンス、踊れ、ちょっと持って誰か持ってあげて、よっ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 、あー、すごい、すごい、それいいよ、あ、めっちゃ綺麗やん、素晴らしいよ、いやよく頑張りました、満足、めっちゃ満足ですよ、よかった、よかった、ちょっと、やってよかった、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、こちらこそ、今日はもう、今日はね、はい、楽しかったということで、から最高した、もう結構夜も更けてきた、うん、ありがとう、ほんまに、なんか今までめっちゃ感謝するわ、うん、大変やったし、大変なんやなって分かったな、裏方が、うん、ごめんな今まで、いやまだ勝ちこぼれまだ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 、いやこんなん、だってこれもう1話にしたらね、ちょうどいい、ちょうどいいぐらいでもう尺は俺だから1日やったから、いやもうすぐ次回予告来ますよ、2話これ2話な、これ2話でもう1日かけて王様旅行なんで、だから本当もう今ダンってどうぞっつったら次回予告行っちゃう、マジか、みんなも2話、2話もええって言ってるよ、これで匠でも言うとそれで海外逃げたやろ、本当に嫌やなまあ今からも何かしら遊びに行ったりとか、まあ、ご飯食べて行ったりとか、まあ、確かお腹減ってきたしたいんで、まあ行きましょう、わかりました、どうぞ、バチンコ行きました、はい、ジャグラーで稼いできてもらおうっていう4人を、うん、でそのジャグラーで価値金額を俺もらおうから、はっ、めちゃくちゃやん、何おー、えー